천이 거리스테이 캐메라! 네! 니! 내기! 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 아마테로 말라! 고메나사이. 今夜には雪が降るとの予報ですが、積雪はしないとのことです。今夜は昨日よりかなり寒くなるので、お帰りの際は十分にご注意ください。 夕方5時? もういい。ずっと寝てたい。次目覚めたら新しい彼氏がいますように願わくば腕枕頼ます。 おやすみ。 何誰？知らない番号とか出ないから。しつこ。もしかしてりょうくん？もしもし。おはよう。回転の時間だぞ。は？あんた、失恋したら髪の毛切って新しく生まれ変われると思ってるタイプだな。誰？ 失恋にどっぷり浸かるならそれでもいいけど、失恋のやり方が違う。根性叩き直してやるから早く来い。もしかして昨日の？あ、なんで知ってんの私の番号。え、私教えた？誰？もうほんと無理。誰なの？全然ならない。最後に話したいんだけど。りょうくん。おしゃれ。お迎えに上がりやした。ああ、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 ああ
いやいや、この作業初めてしたんですけども、あの、今のところ手率10割。ああ、おめでとうございますね、やつね。ああ、世界中でまだその姿を見たことがないと言われているバンクシーの友達のおしゃれ番長が、あなたを選びました。おめでとう！帰ってください。おしゃれ3年待ちですよ。やばい、言葉通じないな。警察呼びますよ。ポリス、オーケー？昨晩、おしゃれ番長から、Welcome, おしゃれチケット渡されているはずです。何のこと？ご当選おめでとうございます。警察呼びますよ。よいこらしゃいっとーってからしゃやめて。はい、よいこらしゃいらっしゃいしゃいしゃー。誰か、誰か、はいはいはい、おーい、おーい、いらっしゃい、待って、助けてー。いってらっしゃい、いってらっしゃい。失恋した翌日、雪が私の体に降り注ぐのね。寒い。ああ、これだよ、これだろ。お前が今疲れたいのはそっちだろ。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメのダメダメだ。少女漫画失恋動画は今すぐ捨てろ。それをやるとな、脳内で一人語りして結果私ってかわいそうになっちまう。何なんだよ、さっきから勝手に語りやがって。番長、今日仕入れた卵はいい餌食べた鶏が産んだ高級卵なんですけど、どうしますか？お前ならどうする？知らないよ。オムライスにでもすれば。おしゃれじゃない。おしゃれじゃない。どうしてお前は卵を信じない？ケチャップとチキンに味を預けすぎなんだよ。お前の悪いところはそういうところなんだよ。どういうこと？お前が本当にお前自身を信じていれば、素材を信じていれば、卵かけご飯で勝負できる。醤油とかかかっちゃうじゃん。うせー、クランブルエッグにしておきます。おしゃれだ。もう世界観がわかりません。スプランブルエッグ。スプランブルエッグっすか？間違えたぜ、スクランブルエッグだ。そうっす、スプラングスパ。マジっすか番長。もう一回やらせてくれ。ああ、スクランブルエッグは卵が主役なんだよ、あくまでも。ああ、お前はお前の味が主役じゃない。お前の腐った根性とメンヘラな言い訳が主役だから、あんなにも堂々と女性を代表した言い草で全男性に次ぐなどと大きな声でわめてるのだ。酔って言ってしまったかもしれない。いいか、
お前は番長であるイアサ・スプラングルエッグと言った俺をスプラングルと言った俺を、はい、俺に喧嘩を売ったんだよ、はい、このおしゃれ番長にな勝ってやるよその喧嘩。おしゃれ番長、どんなに季節が変わっても女の上目遣いは一生可愛い。オフを味噌汁の具に選ぶ女にどう立ち向かう。オフ好きは上目遣いがうまいぞ。どうするんだネギ娘。ちょっと勝手なあだ名つけないでよ。なんで知ってんの。それで結局のところお前はなんで振られたんだ。違うよ、私が振ったの。じゃあ彼はどうしていなくなった。それは上目遣いするような女の子を好きになっちゃったから。でお前は上目遣いをしたくない。そうよ、悪い、あざといの嫌いなの。じゃあ彼の好みと合ってないんだから別れてよかったんじゃないか。もうそう。お前は何に傷ついてるんだ。え、お前の失恋、ケチャップとチキンの味しかしない。涙の味をごまかすな。だって振られる寸前の最後の顔が辛そう、ブスな顔って嫌だからさ、いろいろ言い訳しちゃうでしょ。そんなもんでしょ。おしゃれの筋肉はさっさっ素直なものでしか動かせない。動かせない。おしゃれ応援歌行かせていただきます。おしゃれ応援歌ブレーッブレーッおしゃれ。これは夢か現実か実際はよくわからないけど、私は見知らぬおじさんに自分と向き合っていない現実を突きつけられた。そうして大学卒業までの3ヶ月。お前のありのままの気持ちを言ってみろ。私はめぐみよりいい女じゃない。それは誰の勝ちだ。元彼のりょうくんの勝ちです。そいつの勝ちはおしゃれ基準となるか。なりません。そうだ、本当におしゃれってやつは好きな味噌汁の具、味噌汁の具ネギ。番長、自分ネギって言いました。そのネギのギで笑ってお前の顔を好きになるやつが本当のおしゃれだ。でもお前はネギって言いながら笑顔ができていなかった。なっちゃれよ。言ってみろ。ネギネギネギ。もっとにっこりして言ってみろ。ネギ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 。合わせろお前は。ごめんなさい。そう、はい、ネギ。負けるな。すいません番長、もう一回いいですか。せーの、ネギ。はい。そんな乙女度を封印したところで白黒はっきりさせるでやんす。私は君が好きだった。でもネギが好きな自分をもっと好きだ。ネギ。あ、いや、あの、俺あ昔付き合ってたかもしれないけど、もう知らないし。もっと辛い人なんかたくさんいるよ。私が私にその言葉をかけたら、私は一生辛くないじゃないか。私は辛いんだ。君が犯した大したことない浮気が辛いんだ。めぐみごときが辛いんだ。キス顔した女子に鼻の下伸ばしたお前が辛いんだ。見たことないめぐみを想像するたび辛いんだ。やめろって。いった。俺手を出したわけじゃないぞ。そんな変な下駄履いてるから転ぶんだよ。そう、自分は自分のせいで転んだでやんす。君のせいではない。
君ごときに傷つけられる私でもない。今はまだ痛いけど消毒をすれば消えるほどの傷である。オフと比べられたネギにも謝罪をしてほしい。しかし大丈夫、私がネギを守れる。君がいなくたって。つまり誰だ。おしゃれ。君のことは忘れる。行かない？いいよ、行きまーす。サブ、2名様ご案内。はいやー、こちらへどうぞ。あの、私のこと覚えてないですか？はい。さあ、すみません、あの、お客さんいつも多いんで。レモンサワー2つ。で、いいですよね。レモンサワー2つ。はい。はぁ、先輩、もうこのまま今年の夏は、新しい恋探しに行っちゃいません？失恋した夏。南の国で私は彼との思い出を海に流したんだ。え？これだよ、これでしょ。茜ちゃんが今浸りたいの、そっち。ダメ、今すぐに捨てて。少女漫画失恋道は今すぐ捨てて。それやるとね、いつまでも脳内で独り語りして、結果私がかわいそうのループから抜け出せないから。どうしたんですか急に。なんか熱くなってきた、久しぶりに。ねえ茜ちゃん、もし今このお店に高級卵があったらどんな風に料理してもらいたい？ホットケーキ。あ、問題外。すいません、さっぱりわかんないです、うん、つまり卵かけご飯で素材そのままで勝負しよう。あかねちゃん、自分が傷ついているって認めて。余計な言い訳でこの失恋を終わらせてはダメ。ほう、でも卵かけご飯も醤油かけますよね。うるせえ！うるせえ！うるせえ！話はまだ終わっちゃいねえんだよ、お嬢さん！始めようか。おしゃれ修行。急にどうしたんですか先輩。好きな味噌汁の具は？玉ねぎ。最高だ、仲間じゃないか。でも違う、笑いながら玉ねぎでしょ。口を横に広げて玉ねぎ。はい、怖いです先輩。お前は何に傷ついてるんだ。お前の失恋、ミルクと砂糖の味しかしねえ。おしゃれの筋肉は素直なものにしか動かせない。動かせない。おしゃれ応援歌行かせていただきます。フレーフレーたまねぎ。私の名前はおしゃれ番長。おしゃれ番長、みんなを懲らしめる。おしゃれ番長。